パーツ石場の表現ドラマチックといったわけで、はい、どうも、パーツ石場です。ですね、今日はですね、私名古屋に来ておりまして、私の石場サロンのメンバーである、ミキちゃんがお店をオープンしたということでお祝いに来ました。おめでとうございます。じゃあちょっとあの自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。はい、私名古屋に住んでおりまして、で、カフェユークリエイト の, あのオーナーをさせていただいています。ミキティと呼ばれてます。お願いします。ミキティちゃんで、はい、よろしくお願いします。そう、お店の名前がカフェ、ユークリエイトと申しましてね、あの本当素敵なこう、あの落ち着く赤、オレンジ、なんだろうね、すごくなんかいい感じのお店なんですけれども、そしてもう一人、はい、紹介しなければいけない、はい、もうあの名古屋のパフォーマーといえば、もうみんな知っている、マイム男爵さんです。すごい、すごい、すごい、ありがとうございます。もうね、あのミキちゃんが、お店をオープンするということで駆けつけてくれました。まあ、男爵君もサロンに入っていただいてて、まあ、よく時々ね、僕ら会う仲間なんですけれども、まあ、あの今日はね、そんなミキティのね、お店を紹介したいなと思っております。じゃあお店 の, その場所とか、なんかそういう情報をまずお願いします。はい、場所は、名古屋市の、中区、あの千代田3丁目というところにありまして、で駅でいうと地下鉄の上前津、あとは JR の鶴舞から歩いて5分ほどのところの、中警察署の前でやってます。で2階になるんでちょっと階段なんですけど大変なんですが、あの来ていただけたらなと思います。うん、そこに警察があります。大きな中警っていうの中警察署、中警察署っていうのがあるんで、はい、中警察署で検索すれば名古屋じゃない方、はい、もうすぐ分かるよね。そうですね、うん、あと僕も昨日、検索するまでもなく来れた。うん、あの地図は見たんだけど、はい、見たらもう駅から鶴舞の駅からもうまっすぐ、うん、で一瞬なんか最初ちょっと誤作動みたいにちょっとなってた、はい、なんか一瞬あれどっちの通りかなと思ったけど全然分かりました。あ、ありがとうございます。でも歩いてすぐだし、うん、ってで、あの2階なんだけど、お店、この通りに、あの通り沿いなんで分かりやすいし、場所いいなとかって思いましたけれどもね、じゃあちょっと聞きたいんですけど、はい、まあ、このカフェ、普通のカフェじゃないんだよね。そうですね、ちょっとあの他のカフェさんとは違っていて、うん、あのパフォーマーさんとかあのクリエイターさんのグッズを委託販売や、イベントとかの告知をさせていただくっていうあのカフェになっておりまして、うん、で基本はあのカフェ営業なんですけど、まあ、あのそのパフォーマンスやられている方がその皆さんに知っていただけるようなっていうあの告知のカフェとなっております。なるほど、パフォーマーが宣伝をできるカフェという、はい、ことでございまして、まあ、今それはあの僕もお聞きして僕のグッズとかもね、はい、ちょっとあとでこう今あのご紹介しますけど、紹介してくれるわけですよ、置かせていただいて、なのでね、パフォーマーさんたちとの交流も深いんだよね。そうですね、だから僕らも知り合いだし、ね、はい、そうですね、もともとが私が元マジシャンっていうのもあって、元マジシャン、そうなんですよ、なんかもうあんまり言わないようにはしてるんですけど、元マジシャンで、うん、やっぱりこうみんな知っていただくきっかけって、うん、やっぱりこう少ないじゃないですか、お祭りとかで、うん、まあ見てもじゃ あの SNS 見るのかって見ないとか、うん、まあ例えばこう忘年会子ども会とかで、うん、やっぱあでも呼びたいけど誰を呼んでいいのか分かんないっていう時に、うん、あここあるから相談できるとか、あとは、まあ、あのこの人だったらいいかなってこうちょっとしたきっかけになるカフェがあればいいなと思ってやらせていただきました。なるほど、ここで例えば、うん、あのグッズを置くとか、はい、なんかチラシを置くとかっていう問い合わせはもうカフェいうクリエイトで検索すればなんかこう出てくるの。そうですね、あのもうカフェいうクリエイトであの、まあ、グッズの委託をしたいとか、うん、あとはまああの委託はまあちょっと有料の方と無料の方があって、うん、であの無料の方でもあの全然置いていただいてあの構わないので、うん、まあ、そちらの方はあのチラシとかあの本当にフリーのものになってしまうんですけど、うん、そちらでも全然あの告知を
ちろん名古屋以外の方も OK ってことですよね。はい、じゃあ皆さんぜひね、お問い合わせください。はい、まあ、直接お店に来てもいいんだよね。そうですね。オーナーはいらっしゃるんでね。はい、います。じゃあそこで交渉とかね、そうですされてもいいかなというふうに、まあ、思いますけれども、あとね、まあ、カフェですから、やっぱりこう食べ物もね、はい、美味しいもの食べたいなというふうに思うんですけど、ちょっとメニューの方がありまして、皆さんにご紹介したいと思います。ミキサーにしてもらおうかな。はい、まず、じゃあこのドリンクとかもね、あ、いい、なんかいいリーズナブルで。そうですね。はい、ちょ税込みでやらせていただきます。はい、で、コーヒーが。税込みだって。税込みで。うん、で、コーヒー豆からちゃんと行ってやってる。っていうか、さっき飲んだら美味しかった。ああ、ありがとうございます。ございます。そうなんです。で、一応、ソーダが7色ありまして、はい、で、それが結構、皆さん、ご好評いただいてるかなっていう感じですね。うん、そうですね。結構みんな自分の推しのカラーを求めて、いらっしゃるって感じです、ね。はいはい。で、写真アップしていただいたりとか、そうですね。じゃあもうコーヒー、カフェオレ、紅茶、ミルク、オレンジジュース、リンゴジュース、ソーダということで。はい、そうですね。まあ、大体450円から500円のところでなんですね。あとはもうちょっとお酒が。アルコールもあるということで。そうですね。まあ、昨日交流会でしたので、はいはい、交流会開いていただいて、ちょっとお酒いただいたんですけどね。まあ、ワインと、カフェのワインと、カフェビールとカフェドパリっていうシャンパンですね。シャンパンがあるんですか。そう、あとまあもうちょっと、本当はテキーラとかあるんですけど、それはもうちょっと。お好みで頼んでいただいて、あるって言っていただければ出す。テキーラありましたね。ありましたね。僕あれ好きですよ。あれ覚えてましたけど。クライナーとか。クライナーもあ、クライナーもありましたね。結構いっぱいあるんですけど。なるほど。じゃあお酒もね、飲める。うん。あ、営業時間は？そうですね。平日が、10時から5時まで。で、金曜日だけちょっと夜9時か10時ぐらいまで営業させていただいてて、で、土曜日はまたちょっとこう変則的な時間でやらせていただいてます。なるほど。はい。イベント、なんていうのかな、カフェをイベントで貸したりとかっていうのも、今後は、はい、あるというあります。ことで、なるほど。じゃあその辺も皆さん、あ、いい、イベントね、ちょうどいいと思うよ。トークイベントもできるし、パフォーマンスも別にできるよね。そうですね。いいと思いますね。じゃあ、はい、お食事の方の紹介です。はい。今のところこの3種類のキッシュを、販売しておりまして、はい、で、まあ、王道のほうれん草とベーコン、うん、で、はい、これが名古屋飯、新名古屋飯として売り出している台湾ミンチキッシュですね。で、次が、3種類のキノコのキッシュ。これも結構王道で、皆さん、女性の方とかが人気のものになります、ね。なるほど。今ちょっと聞いてて思ったんだけど、はい、この2つは王道で、はい、これ今、これから何、その名古屋飯にしていこうと思ってるメニュー。そうです。いや、さすがやり手だよね。だって、まあね、前のそういうお店も、はい、いろいろこう人気のお店に ね、された方ですから、はい、やっぱり。じゃあ僕ね、先ほど僕それ知らないでどれにしようかなと思って、はい、やっぱり目についたのがこの台湾ミンチのキッシュってどうなのかなと思ったの、はい、うん、新名古屋飯ということで、はい、これ僕さっき頼んだんでもう大体できてる。あ、はい、できてます。じゃあちょっといただこうかな。はい、じゃあその間、ちょっとお店の方を僕映像いいですか？はい、どうぞ。紹介したいと思いますけどね。お、今日は全然動かないスタイルで、まあ、男爵くんは金山の駅何口なんだろう？キティ。あ、じゃあ聞いてみる。南？違う。北？いえ、北口の方でね、ほぼほぼ毎日、パフォーマンスされてますので、皆さんぜひね、見に来てください。本当に面白いですよ。じゃあちょっとお店の方のね、紹介をちょっとカメラ持ってしちゃいたいと思います。じゃーん。まずはですね、こうほら窓見て、こんなにオープンな壁一面窓みたいな。で、これちょっと分かりづらいんですけど、あ、見えないね。ちょっと前にちょうどいい感じでこの木があってね、これイチョウの木ですよね、これね、あって、まあ、このイチョウの木の奥にさっきの警察署があるといった感じで、で、はい、あ、パーツ石間のね、グッズがね、置かれてますけれどもね、まあ、こんな感じで、ここにパフォーマーさんのグッズなんかをね、こう、置くことができるということで、
ございまして、ああもう男爵くんがおりますね、こんな感じなんです。あでもあいらっしゃ、あいいねミキティね、お待たせしました、はい、おちょっと一回向こう行ってくるね。まあ、はい、今ちょっと席の方は撮影用でちょっと移動はしてるんですけど、椅子とかもこんな感じで、で、イベントの案内とかもねこういう感じでございます。ね、緑のね扉が綺麗で、で、まあこちらね、あここにもね、はい、こんな感じでね、いいでしょう、いい空間でしょう、ここ。そうで、ここにもねいろんなものをこう、置かせて、チラシとかね置かせてくれるということで、こっちはね、はい、あのお手洗いとかっていうねところでございますけど、はい、まあね、お店はこんな感じですよ。なのでね、素敵でしょ、うん、はい、またこう戻ってきましたけれども、はい、そしてこれからいただくのが私はこちらでございます。うわー、うまそう。すみませんね、僕じゃいただきますけどねもうちょっとこう鼻もう一回ちょっと戻りまして、じゃん、ね、これが1200円ですか。はい、ドリンクついて、ドリンクとサラダが込みで1200円です。なるほど、あちょっと素敵ね台湾ミートも私が全部作ってやらせていただいてます、うん、全部作って最近僕あのなんか食べる食レポ的なコーナーが増えてきてるっていうのが、ね、あるんですけどね、いただきたいと思いますけどね。ではでは、あ、マシュマロもついて、はい、まあちょっと食べながら、僕食べると喋られなくなっちゃうんで、はい、あのこのやっぱりこのご時世にお店をあの出すとかってすごい大変だと思うんだけど、うん、なんかその思いとか、はい、そういうのをちょっとあのメッセージというか、はい、どんな気持ちなのかを、まあ私そもそもがイベント会社で働かせていただいてて、でイベントって言ってもその多分皆さん考えられているようなその、まあ、お祭りとかも含めるんですけど、私はもう本当に何て言ったらいい、イオンさんとかそのちょっとこう大型ショッピングモールさんとかであのもうガラガラとかもあのやりますし、そのなんか何々の受付っていうのもあの大きくまとめてイベントっていう形で働かせていただいているんですね。で、まあ、ちょっとこのご時世になりましてあの、まあ、パフォーマーの方がお仕事ないとかちょっと宣伝もやっぱしづらいっていうので、まああのじゃあ何ができるんだろう、私何ができるんだろうと思った時にやっぱカフェをやりたいなと思って、やっぱね名古屋ってカフェっていう文化もありますし、やっぱねそこでこうイコールパフォーマーさんっていうのをくっつけて、あのなんて言ったらいいだろう、その皆さんがあの宣伝ができる、でもうあの、まあ、このご時世だからもうちょっと頑張ろうっていう思えるようなお店にしたらな、できたらなっていうのでやらせていただいてます。はい、うまい、ありがとうございます。ほぼほぼ話聞いてなかったうまい、あのちょっと少しピリッと辛い、はい、辛さがちょうどいい、ああありがとうございます。あこれ美味しいね。じゃあそんなにはもう辛くないようなしてるんですけど、辛い、そうですね、こうひーひーはーはー言う辛さではない、そうですね、ただちょっと辛いもの好きな方にはかなり物足りないので、やっぱもうちょっと辛くしてほしいっていう要望はあるんですけど、まあ、ちょっと今後要どうしていこうかなっていう、 あれだね、じゃあこのなんかこれ辛子2とかさ、はいはいはい、辛い度3とかさ、はい、そういうふうにするといいかもね。でも僕は全然この方がいい、ああありがとうございます。なんか辛いものを食べたかったら別に辛いものを食べるから、キッシュで、はい、この辛さがいいんじゃないかなと思うけど、ありがとうございます。これサラダのドレッシングも美味しいね。あドレッシングもあの一応自分でこう調合してやらせていただいてます。あそうなんだ。そうです、そうです、美味しいと思った。ありがとうございます。これは何、これは、キャロットラペって言って、うん、そのまあ、よくあるそのなんて言ったらいいんだろう、まあ、あのお酢とかそのオリーブオイルとかでつけたものになりますね。あれだ、あれだね、あのなんていうんだっけ、マリネ的な、あ、そんな感じですね、そうです、そうです。おいしい、あ、いいね
これはあのランチタイムだけ、それとも来る夜も食べる？あ、一応いつでも、この時間も11時以降でしたら、その 何時でも食べれるようにはなりますね。うん、で、知って、いや、美味しい美味しい、もうね、これは。そうですね、結構そのキッシュって、その、なんて言ったらいいんだろう、まあ、あの変な話、こう好きな食材を入れて焼くっていうのができるので、うん、まあ、あの台湾ミンチも絶対美味しいだろうなと思って、うん、あ、もうそれはもう頭の中にあったの？あ、もうありましたね。その名古屋飯でなんかこう作りたいっていうのが第一にあって、うんうん、でも何だろう何だろうって考えた時に、まあ、小倉とかはもうどこでもあるというか、うん、デザート感覚じゃなくてご飯として食べたい、でキッシュって結構軽いのでもうちょっと重いものが欲しいってなった時に、あ、じゃあ台湾ミンチ作ろうって言って。ああ、なるほどね。そうです、そうです。確かになんかボリューム感あるもんね。うん、うん、そうですね、結構ボリューム感がありますね。今後メニューとかも増やしていくんですか？増やしていきますね。結構今オープン、あの10月10日にオープンさせていただいて。いや、そうか。そうですね、なんでまだそんなに経ってないんですけど、まあ、10日前後ぐらいしか経ってないんですけど。本当はその教科に来たかったんですよでもちょっと北海道の、僕北海道大使なので、はい、あのちょっと向こうでのロケとかいろいろあったんで、うん、タイミングが来れなかったんですけど、あれも10月中に来れてよかった。ありがとうございます。いや、素敵な店ですよ。だから僕もあの来て、うん、あの店でこうなんかライブとかもね、今後こうやりたいなとか思いますし、うん、皆さんにもぜひこう来てほしいなというふうに思っています。まあ、前村男爵くんもほら、うん、一人公演とかさ最近忙しいですか、男性君は？ちょっと忙しい。なんてこう謙遜的なね。うん、前山さんもこう、ね、交流会をやられるということで、そう、結構前山さん、うん、あのなんだっけ、この交流会みたいなのをされるっていうのを告知されて、飲食店さんで、だからなんかもう本当にその金山の駅だけじゃなくて、うん、もうちょっとこうファンの方とも交流をしたりとか、うん、あとなんかちょっと、男性君は？そうです、そうです。え、その交流会する時って。あの、その人形の形で、それとも出したの？ついには、まあ、まあ僕ら知ってくれて、はいはい、でも、あ、本当裏話ができるって書いてあったんで、裏話を聞けるって書いてあったから、そう、なんか私はもうどっちなんだろうと思ったんですけど、あ、いよ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 、そうですか、すごい僕取材に来たいよ取りたいよ、前の君がついにみたいな。じゃあその辺の情報は、はい、じゃあ前の男爵くんのツイッターとか、はい、そういうの見たら分かるかな。 OK、舞はあの踊るの、まあ、舞うの舞です。で、夢でもう男爵は男爵、そのまま前の男爵で検索していただければ、まあ、ツイッターが多分一番いいのかなと思いますので、うんうん、あの見ていただけると嬉しいです。まあ、といったところでございましょうか。はい、あとは何かお話したいことありますか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、というわけで、名古屋のね、中区、中区千代田3丁目、中警察の前です。ユークリエイト、ね、とっても可愛いオーナーなんで、皆さんね、本当に応援してあげてください。あの料理も美味しいです。もう今終わったらすぐ食べたいと思いますというわけで、今回表現、ドラマチックのゲストは、ユークリエイトのオーナー、ミキさんと、そして応援に来てくれた前の男爵くんでした。どうもありがとうございました。来てね。バイバイ。バイバーイ。お待ちしてます。バイバーイ。